お金と時間の学校の寮です。今回は円安時に買ったらやばい投資先という内容でやっていきます。ちなみに私は途中まで半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけれども、気になる方は覗いてみてください。今回の動画も前回と同じテーマ、円安です。円安時に手を出してはいけない投資先について解説していきます。雑誌やニュースなどメディアでも連日円安について取り上げられています。どうしてもメディアは数字のために不安を煽ってくる要素が強くなるので、こんな円安でどうなっちゃうのと不安を感じている人も多いと思います。個別質問を受け付けている私の LINE でも、こんな円安ですけどこのまま投資をしても大丈夫ですか、円安時にはどうやって投資をすればいいですか、円安時におすすめの投資先ってありますか、こういった質問がたくさん来ます。多くの人がこの円安に惑わされて間違った判断をしちゃってるなぁと個人的に感じているので、そんな現状の円安に不安を抱えたまま間違った投資判断をしないように、これだけは気をつけてという投資先投資判断についてお伝えしていきますので、こんな円安時にもしっかり自信を持って投資をしていきたいという人はぜひ最後まで見て持って帰っていってください。また円安に関して解説している動画は他にもいくつかありますので、合わせて見てもらうとより円安に対しての耐性がつくので、興味がある方は覗いてみてください。概要欄にリンクを載せておきます。少し脱線してしまいましたが、早速いきましょう。円安で買ったらいけない投資先、円安でも投資していい先、為替に振り回されずに投資をする方法、この3つでやっていきます。まず1つ目の円安で買ってはいけない投資先ですが、早速結論です。円安で買ってはいけない投資先とは日本企業です。日本人なのに日本に投資をしないなんてと感じさせてしまったかもしれませんが、私は日本人ですし日本が好きです。ご飯も美味しいですし生活環境もいいですよね。ですので個人的には投資家として日本に投資したいという気持ちもありますが、この動画を見てくれた皆さんに注意喚起です。円安だからといって日本市場に投資をしないでください。なぜかというと理由は3つあって、1つは消去法で仕方なく日本に投資をしているということです。円安だから今海外に投資しづらいし、だったら為替の影響がない日本企業に投資をしておくのが無難かなと考えて日本に投資をしているのなら、今すぐその投資スタイルを見直してください。もちろん日本企業に投資をすることを頭ごなしに全て否定しているわけではありませんが、円安だから日本企業に投資をしておこうという円安の影響を受けた投資判断は、本当は米国市場とか海外に投資をした方がいいと思っている自分自身の投資基準を妥協しているので、投資判断が甘くなる可能性が高く、おすすめできません。甘い判断基準で投資をするくらいなら、投資金を現金にプールしておく方がまだマシです。では次、円安時に日本企業に投資をしてはいけない二つ目の理由は、日本企業の株価は上昇しにくいからです。これは投資家であれば全員が認識していると思いますが、日本の経済が大きく発展していく可能性はあまり期待できないですよね。これは私のチャンネルで一番再生されている動画でも解説している通り、日本経済の伸びしろはそんなにありません。その理由について気になる方は動画を見てくださいね。概要欄にリンクは載せておきます。基本的に株価の上昇はその企業の利益の拡大によってもたらされます。要は今現時点からさらに成長していくのか、この一点のみです。ですので今現時点の会社の業績がすごいかどうかは株価の伸びにほとんど関係ありません。日本を代表する企業、トヨタ自動車も上場したばかりのグロース市場の企業も条件は全く同じです。つまりこれから先の未来の利益が今の利益よりもしっかり伸びていくのかどうか、これが株価を上昇させる最も重要な要素です。その視点で投資判断をした時に、日本には素晴らしい企業がたくさんある、これは間違いない事実
ったけど、利益が大きく伸びていく企業は残念ながらそんなに多くない。これが実態ですので、円安だからといって安易に日本企業に投資をするのはおすすめすることはできないということになるんです。では最後、円安時に日本企業に投資をしてはいけない3つ目の理由は、円安時のお得銘柄は存在しないということです。今の円安の状況を受けて、雑誌やネット記事などでは、円安時に狙う上がる銘柄、円安メリット銘柄を買え、円安時に強い株大特集みたいな記事がたくさんあります。すごくキャッチーで興味が湧くのはよくわかりますが、そんなうまい銘柄はないと思っていいです。例えば輸出企業は外貨をたくさん稼ぐので、円安時に利益が拡大するとか、海外の売上比率が高い企業は円安時に利益が伸びやすいとか、この企業が想定している為替レートが今よりも円高なので大きく利益が出るとか、こういった要因で利益は確かに大きくなります。ただそんなことは誰もが分かっているし、株価が上昇するプラス要因ではありません。先ほども少し言いましたが、株価の上昇は未来の利益の成長によってもたらされます。ですので一過性の要因でしかない、円安の影響によって業績が伸びたところで今後も業績が伸び続けるわけではないので、実態のある株価の上昇にはつながりません。もちろん一時的に株価の上昇につながるケースはあると思いますが、実態としての業績拡大が伴わなければ残念な結果に終わる可能性が高いです。ですのでこの動画を見ている皆さんは、円安だからといって安易に日本企業には投資しないでください。では次、円安でも投資していい先ですが、これも早速結論です。円安でも投資していい先とは、それは成長企業です。ですので日本企業であっても、個別判断をした結果大きく成長が期待できる企業であれば、投資することは悪くない選択であると思います。ただし先ほど言った通り、日本市場全体で言えば大きな成長は期待できないので、個別で投資判断をする目利きが必要になります。業績の分析であったり、業績予想の把握であったり、企業の成長性や財務状況の確認、競合他社との比較も必要ですし、業界全体の成長性を見極める目も必要です。またビジネスモデルも把握する必要がありますし、株式市場を形成している売り買いの需給も確認していく必要があります。こういった要素を確認して、成長が期待できる企業なのか、ここを分析できる目利きがあれば、日本市場であっても投資して問題ないですね。円安でも関係なく投資すべきです。いや、その目利きができないから困ってるんだよ、そんな簡単に言ってるけど難しいでしょう、と感じた人もいると思います。ではそういった目利きができないのであれば、無難なインデックス投資をするしかありません。そして円安だからといって投資先を日本に限定してしまえば、主要なインデックス指数は日経平均かトピックスくらいです。そうすると結局成長が期待できない日本市場全体に投資をすることになるので、投資成果はあまり期待できないという悪いループにはまってしまいます。ですのでこの円安を機に、個別判断ができる目利きができるようになる人が増えていってほしいと個人的には思っているところです。それにその目利きができるようになることはそんなに難しいことではないです。もちろん一定の知識や実践のトライアンドエラーも必要になるので、ある程度のハードルは確かにありますが、やれば誰でもできるようになります。勝ち負けのあるスポーツのような世界であれば、勝者と敗者が必ず存在しますが、経済の成長の波に乗る株式投資であれば、全員が勝つこともできる優しい世界です。そんな金融投資の世界なので、より勝ちやすくするための目利きができるようになることはそんなに難しいことじゃないんです。まあそう言われても、目利きなんて面倒だし、楽に簡単にできてそこそこであればいいよねと思ってしまうのも人の本能だと思いますので、最後に、手間をかけずに為替にも振り回されることなく投資成果を狙っていく方法について解説していきます。その解説の前に2つお知らせです。 YouTube では実現できない
特別なコンテンツを LINE アカウント限定で絶賛提供中ですので、情報が多すぎて何が正しいのかわからない、自分に合う投資の正解がわからないという気持ちがほんの少しでもある人は、ぜひ概要欄から覗いてみてください。もう一つはお金に強くなれる情報を定期的に発信していますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では最後、為替に振り回されずに投資をする方法ですが、これも早速結論です。為替に振り回されずに投資をする方法とは、外貨のままで海外に投資をし続けることです。これだけですね。さっきも言いましたが、為替を気にすることは投資判断にとってマイナスです。為替を気にして日本に投資先を限定し、さらに目利きもない状態で日本市場に投資をするのは、勝ちにくい場所で戦っている状態なので、やっぱり厳しいです。じゃんけんをパーなしでやっているのと同じぐらい不利です。ですので、どうか為替を気にしないで海外に投資をしてください。円安が気になっちゃうという人は概要欄の動画を見てください。ただ為替を気にするなと言って気にしなくて済むなら、とっくにできているわけで、為替を気にしなくて済むような仕組みも必要です。そしてその仕組みが外貨で運用し続けるということなんですね。外貨のまま投資をし続けることができれば、為替の影響を受けるタイミングは自分でコントロールすることができます。例えば日本円でアメリカ企業に投資をする場合、アメリカ企業の株を買うタイミングとアメリカ企業の株を売るタイミング、この2回為替リスクを追う必要があるわけですね。その一方で米ドルで運用投資をした場合はどうなるかというと、円からドルに変えるときに為替の影響は、ここはね必ず受けてしまいますが、米ドルに変えた後投資をするときにはここには為替の影響は発生しません。そしてその後米ドルに現金化をした後、またさらに投資をするということも可能になるわけですね。なのでこのピンクの枠の中だけでぐる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 お金を回していくことができれば、為替の影響というのはそのタイミングでは一切発生していないということが起こるわけですね。なので最終的に米ドルから日本円に戻すタイミングまでは、為替の影響を実質的には表面化させないで済むことになるわけですから、この為替の影響をコントロールしていくことが可能になるということなんですね。このように為替リスクを切り出して投資ができる、この状態にしておくだけで為替が気になりにくくなり、冷静に投資ができるようになります。米国 ETF でも米国個別企業でも、興味のありそうなもの、気軽にできそうなものからでいいので、外貨を基準にして為替に振り回されずに投資ができるようにしておきましょう。ことわざにもある安物買いの銭失いとならないように、為替なんてものを気にせずに世界中を見渡して、より勝てそうなところにお金を投じる、これがまさに資金を投げる投資ですので、適切な投資ができる状態をしっかり整え、より大きな投資成果をつかめるようにしていきましょう。では最後に、大事な知識がより記憶に定着するようにおさらいしていきます。円安時に買ったらやばい投資先という内容でやってきました。その投資先とは日本企業です。ではなんで日本企業が NG なのかというと、理由が3つあって、1つは消去法で仕方なく日本に投資しているからです。為替のせいで投資判断を妥協してはいけません。2つ目の理由は、日本の企業の株価は上昇しにくいということです。企業の成長がもたらす利益の拡大が株価の上昇の源泉なので、日本市場はやっぱり勝ちにくいです。そして3つ目は、円安時のお得銘柄は存在しないということ。円安による業績好調は一時的であり、実態が伴わないので株価の上昇につながらないケースが多いです。ただ円安でも投資していい先ももちろんあって、それは成長企業であるかどうかです。日本だろうがアメリカだろうが、成長している企業が株価の上昇をもたらしてくれます。そして為替に振り回されずに投資をする方法とは、外貨のままで海外に投資をし続けることです。為替の影響を完全に排除することはできないけど、為替の影響のタイミングを自分でコントロールすることはできる。この状態を作り、為替を気にせず投資判断をすること、これがあなたの投資
成果を上げる力強いサポートになりますので、ぜひ実践していってください。お金の力は人生の幅を増やしてくれる大事なツールですので、しっかり活用してくださいね。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価、コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画へまたお金と時間をハックしていきましょう。動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは皆さんからのご質問やご相談、感想などもお待ちしております。また、LINE の登録特典もたくさんありますので、ぜひ受け取ってください。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。